che vola questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te. Che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei, se nei miei giorni non ci sei più tu. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te. Un poco di te. ダンディーな竹澤慎一さんのガラスの部屋で第2部の幕が上がりました。60代最後の年を迎えた竹澤さん、記念にとエントリーなさいました。イタリア映画ガラスの部屋のテーマソング、あのヒロシですのバックに流れている曲でしたね。続いては飯淵由美さんで道化師のソネットです。さだまさし自身が主演音楽監督を務めた映画飛べイカロスの翼の主題歌です。ピエロとして子どもたちに夢を与えようと努力しながらも、水戸市での興行の最中に転落死してしまった気暮れ大サーカスの栗原徹さんの実話をもとに制作されました。ではどうぞ。笑ってよ君のために笑ってよ僕のために僕たちは小さな船に悲しみという荷物を積んで時の流れを下ってゆく船人たちのようだね。君のその小さな手には持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら僕はピエロになれるよ。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために、きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。愛する人の心をつなぎ止めるため罪を犯す愚かで一途な愛、これも愛の形です。まさにドラマという曲を
星富子さん、王様の牢屋。閉じ込められた、閉じ込められた、王様の牢屋の奥、私は閉じ込められた、誰よりも美しくなりたくて、輝くダイヤを盗んだからなの、私の愛しいあの人のために、暗い牢屋の中で私はあの人からの手紙を繰り返し繰り返し読んでいる。あの頃のあなたは本当に私を愛してくれた。あなたには新しい恋人ができ、私はその人より美しくなりたかった。だから王様のダイヤを盗み、今その罪に問われている。もし私を憐れんでくれるのなら、会いに来て、一度でいいから会いに来て。こんなにも冷たく、まるでジオロのような人、それが私の彼。ちょっと過激なセリフが続くこのシャンソン、1987年フランスで大ヒットしました。邦子さんでモンメッカモア。Il joue avec mon cœur, il touche avec ma vie, il dit tes moments et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qui me chantent, les rêves qui me font peur, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand t'es pleure. Tu m'as conté l'histoire en écoutant sa voix, c'est pas vrai, c'est strange, mais moi je crois. Mon mec à moi, il part dans mon tugre, et quand tu vous en sais, tu fais passer la nuit, hippodamus, comme un voix de voiture. Et moi je suis le vent, t'es moi je crois tout ce qu'il dit, t'es moi je crois tout ce qu'il dit. Oh oui, mon mec à moi, sa façon d'être moi, ça je me dis chuté. C'est rien du cinéma, mais c'est de pareil en même. C'est Wilman et Blanc qui mange du sofa. C'est Gaba et Moga, avant ça semble tout ça. Tu m'as conté d'histoire, des scénarios chinois. C'est pas vrai, c'est toi même, tu crois. Mon mec à moi, il part d'aventure. Et quand tu veux dans ses yeux, tu fais passer la nuit.
続いては増田雅子さんです。皆様にもおなじみの曲ですね、ボラーレ。日本ではビールの CM ソングとしてジプシーキングの演奏するこの曲が流れました。今回定禅寺シャンソンフェスティバルが10回記念コンサートというお祝いを込めて、明るくボラーレ飛ぼう、カンターレ歌おう、どうぞ。夢は再び帰らずとも、喜びの胸は空に生え、風と共にいつまでも遠く、果てしなき青空に飛び去る。ボラーレ、カンターレ、ウォーウォーウォー、青空高く描かれた君、幸せはどんなどんな空よりも高く高く、静かに世界の果てまで飛んだ。甘い二人、ただ二人だけが、ボラレ、ウォーウォー、カンターレ、ウォー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 、ネルブル、ビビントビブル、フェリチェ、ディスタレラス。再び帰らずとも、喜びの胸は空に生え。続いては川島祥子さんで、もう終わったわ。命をかけて愛したけど、あなたの愛が嘘と分かった今、愛は終わったと自分に言い聞かせ、愛想尽かしをする歌です。でも深いところに未練がありそうです。シャンソンフェスティバル10回、私ももう少し歩きましょうか。でも曲名はもう終わったわ、どうぞ。今さら何を言ってるの、私は聞きたくないわ。あんたのむつみごとは同じなのに、今では二人を愛想尽かし、今も本当にないわ。本当よ、どこかで今度出会っても、会いに来ないで、あんたの顔はもう二度と見たくないの。あんなに激しく愛したのに、今はもう燃え尽きたわ。二人の愛はもう終わったわ。だけど私は悔やんではないの。この命をかけて、心からあなたに愛を捧げたから。続いての曲もおなじみですね、 Unchained Melody。 1965年リリースのライチャスブラザーズの大ヒット曲です。プレスリーやハリー・ベラフォンテなど多くのシンガーがカバーしていますが、1990年の映画ゴースト、ニューヨークの幻のテーマ曲になり再ブレイクしました。今こそ世界中の方へ愛を届けますと、
フェスティバルの実行委員会の事務局長秀子幸四郎さんが思いを込めて歌います。どうぞ。Oh, my love, my darling, I hungered for your touch. Alone, lonely time. In time.Goes by so slowly, and time can't do so much. Are you through my ears?続いては永井信子さんです。別れの中に。1974年のサンレモ入賞曲です。現代はセンザティートロ、イタリア語で無題という意味です。愛しながらの別れを歌い、女性の悲しみ、辛い胸の内が切々と胸に迫ります。永井信子さん、どうぞ。夜明けが近い、また暗い窓、深い眠りの中のあなたのそばで一人目覚めて、もう終わりなのね、長いこれからの日々を、どうして生きてゆくのか、冷えた体を悲しみが突き抜ける。私の言葉を信じられずに、二人の暮らしを捨ててゆくのね、あの人の嘘だけをみんな信じて、いつの間にか私を憎んでいたのね。別れの時が来るなんて、海あなたあの好きなあの白い浜辺、日に焼けた微笑み、今ではもう私一人のものではない。悲しみと二人で生きてゆくにはあまりにも思い出、私のことなど
忘れてしまうでしょう。続いては中野幸子さん、ジャムセッションのために。ジャムセッションとは楽譜やアレンジにとらわれず、ミュージシャンたちが集まって即興で演奏することです。さあ今宵も楽しくセッションしましょう。おなじみの仲間たちと一緒に心も体もリズムに酔いしれてジャジーにお送りしましょう。どうぞ。黄昏が染め、とても退屈な夜、私はいつものサッカー場で、そうやジャムセッション。好きな楽器を持って、好きなリズムを取ろう。自由に飲んで踊るの、そうやジャムセッション。ひげを生やしたミュージシャン、彼はいつもの仲間。今日もみんな集まってる、デッチデビデビシャバッタバ。言葉なんかいらない、軽いリズムに乗って、時の経つのも忘れてしまえ。さあジャズロー呼んで、デビデビデビシャバダバダ、ライライラディエディディラ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 。ちょっとブルーなあの日、旅で果てたパリジャン、勝手に飲んで酔いしれる、そういうジャムセッション。ドラムが音を刻み、トランペットが響く、私は指を鳴らすの、そういうジャムセッション。今は全てが止まり、私の体の中、熱いビートが流れる、チッチディビディビシャバデバラ。酒の甘さに溺れ、タバコの煙にむせ、若さをぶつけ全て忘れて、さあジャズロー呼んで、ディビディビディビシャバダバラ、ライライライシャバダバ、フリーアシャバダバディバダバラ。息の中で今私はときめく、スイングしようよもっと、そういうジャムセッション。続いては長谷川圭三さんです。夏に開催された内幸町ホールアワードシャンソンコンクール2022で優秀歌唱賞に選出されました。素晴らしい。例年リクエストいただく自作の指切りに変えてこの曲をご紹介します。人は誰も。人生って何でしょうか。力ある方に向かって言うべきことがあるとすると何でしょうか。둔토다베르소나두루몬드라몬메레두루몬다드런폰스키홍홍오폰드누포슈리에人は誰も一度きりの人生、私はもうほとんどが過ぎ去ってしまいました。人は誰も子供の頃の夢でも、今ポケットを探ってみると何も残っていないことが。だからそんな夢を応援し、日が暮れて一人ぽっちさんを作らない、そんな対策をたくさん持つ街に。イエルフォードレトゥルモンドレクランオプレデゾトオリテユヌルアコトゥトゥトゥノートゥソリチュートゥペルソーヌソワトゥブリエエクペルソーヌソワトゥブリエトゥルモンダデレステドレブエデクワンドビデバステ
tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde n'a pas trouvé. Mais tout le monde n'a pas trouvé. 続いては三村陽子さんで、ブエノスアイレスのマリア。ピアソラ最大の大作と言われる全16曲からなるモダンオペラの中の1曲です。私のことを知ってる、私はブエノスアイレスのマリア。マリアはタンゴ、罰声のマリア、夜のマリア、愛のマリア。男たちは私の足元にひれ伏すと歌います。ではどうぞ。Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María.No ven quién soy yo. María, tango María de Ralabar. María noche, María pasión fatal. María del amor de Buenos Aires soy yo.Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. Donde vivero sabrá las cosas que me piden la.Cada macho a mis pies como latón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja que tanto llamando también. Sherbatoño me provoca terratataSuzy te wa Sakai Atsuko san des. Sensou de hikisakare ta ai. Marcello Mastroian ni Sofia Loren shuen no utsukushiku mo kanashii eiga no tema kyoku des. Chihei sen no kanata made hirogaru Ukraina no himawari batake.その下に眠るたくさんの戦争の犠牲者たち、戦争の虚しさ、悲しさを今またこの時代に思い起こされることになるとは、彼の地に一日も早い平和をと願ってやみません。ひまわり。時は流れる光の中に溢れる悲しみを胸に抱いて探し続け愛は虚しく別れて再びの愛の奇跡二度と悲しさ
尽きた愛の命。さあ、いよいよ本日最後の曲になりました。大トリを務めていただくのは神尾美恵さんです。今年86歳になられました。喜びも悲しみもすべてを歌に託し、深く心を揺さぶる歌声は聴く人の胸に染みます。時を超えて歌い継がれるエディット・ピアフの世界的ヒット曲愛の賛歌でこのフェスティバルの幕を下ろしたいと思います。高く青い空が落ちてきたとしても、海がとどろいて押し寄せたとて、あなたがいる限り私は恐れない。愛する心に恐れるものはない。あなたが言うならこの黒髪を何色にでも、あなたが言うならたとえ地の果て世界の果ても、あなたが言うならどんな恥でも耐え忍びます。あなたが言うなら愛する国も友も捨てよう。ステージに花開きました。たくさんのドラマ皆様のもとに届きましたでしょうか。ありがとうございます。さあ、それでは本日の歌い手さんたちをしっかりと支えてくださいました素敵なミュージシャン、今度はお一人ずつご紹介したいと思います。一番向こうです。本日のこう一点、コロナでちょっと太ったけれど小学校時代のお洋服がまだ入るということ、挑戦でしょうかしら。はい、アコーディオンとシンセサイザーは渡辺彩子さんです。はい、そしてギターとお笑い担当は、あら、ごめんなさいね、高見良三さんです。今度ぜひあったかい秋田弁を聞いてみてください。しゃべってけろな、東京なんです。そしてこちらは一見クールなベーシストでも大の甘党だそうでございます。ベースは青木太さん。そしてなんといってもこの方のピアノで歌えるなんてもう幸せです。シャンソンのピアノといえばこの方です。内山誠さん。なんか黄色い声が聞こえたような気がしますが、ファンがいらっしゃるのではないでしょうか。はい、内山誠ピアノカルテットの皆さんでした。ありがとうございました。それでは本日の出演者もう一度登場いただきましょう。皆さんどうぞ。皆さんと一緒に歌えないのが残念ですが、また来年元気に皆様にお会いできることを楽しみにお別れしたいと思います。前列が一部出場の皆さんです。拍手をお願いいたします。はい、それでは入れ替えましょう。2部の皆さん前にどうぞ。
今度は客席の皆様もマスクを外しておしゃべりができるように早くなるといいですね。皆様またお会いしましょう。ありがとうございました。